でできるわけじゃねえよ。何度も何だろう、理屈抜きで這い上がってこいよ。いくつになろうが死ぬまでやるだけ。たとえ死んでもただでは死なない。何度でも這い上がる。刻め俺の言葉を。波がなけりゃ起こしゃいい、風がなけりゃ吹かしゃいい。俺様がみな照らす、もはや太陽だからな。脅迫だ。これは子供の代弁者だ。全員に判断してもらってることが正しいのか間違ってんのか、本当に俺がやってんのが恐喝なのか。モザイクいらねえな。音声も変えなくていいんだな。約束できるな。今日はですね、最初はね、僕これ成敗してほしいっていう意味の内容なのかなって思ったんですけど、現在朝7時ですね、再婚した義理のお父さんに、同級生たちに、何人かそのおじさんたちに、もちろんあの反社会的勢力のヤクザとね、恋に落ちて、男性に欲求に応えることがもう正解と思ってしまっている。何度も妊娠と中絶、これを繰り返してしまっている。その会社の上司、その上司以外にもその上司の子供なのか、恋人の子供なのか。ワンフォーザ勇気、トゥーフォーザ度胸、スリーフォーザ覚悟、俺らバクト。はい、皆さんこんにちは。久しぶり、バン中村です。本日も中村 TV ご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、いつもの成敗系とちょっと内容が変わってくるんですけども、今回ですね、実はその、まあ、仮名でいきます。美咲さんという方からですね DM をいただきまして、で内容がですね、最初はね、僕これ成敗してほしいっていう意味の内容なのかなって思ったんですけど、ちょっとこう DM を読み進めていっていくと、まあ、どういう流れかというと、簡単に言うと様子がちょっと違って、まあ、本人のその過去の十字架やその現在の状況があまりにもこう、なんていうんですかね、最悪な状況だったんですよね。で、それで、まあ、成敗じゃなくて、これはちょっと話をちゃんと、その彼女から、美咲さんから聞いて、もし聞けるならその先にいる方たちも、まあ、いっぺんにですね、来れるかちょっとわからないんですけど、できたらっていう話の内容になります。現在朝7時ですね。今日この後7時半頃、美咲さんが来てくれて、その後とある男性3人がこちらのオフィスの方に来てもらうことになってます。で、どういった内容かというと、これちょっと本人がどのくまで説明できるかちょっとわからないんですが、まあ、本人は僕の方から話してもらっても大丈夫だってことなんで、まあ、もちろんこの後、その、まあ、ちょっと話をするところに、来てもらって具体的な話もしてもらうんですが、ちょっとこれセンシブな部分がすごく混ざってるので、ある程度概要を僕から説明させてもらいます。まずですね、美咲さんは、とある今会社に勤めてらっしゃって、OL さんをしてます。で、結構私生活は、空虚感に追われているというか、結構孤独感とか、そういうのに悩まされている性格らしくて、で、過去になんですけども、これ結構ここの部分をしっかり覚えておいてもらいたいんですが、過去に、まず、処女、女性なら初めて経験する初体験ですね。これを、義理のお母さんが片親で、再婚した義理のお父さんに、初体験を、まあ、処女を奪われる。まあ、半分、レイプですね。レイプされてしまって、で、なおかつ、まあ、そこの時点で、まずその、初体験から性癖的な部分、性経験がもうねじ曲がったところが始まってしまう。で、その後も学生時代に、同級生たちに、何人かに複数にレイプされてしまったり、で、ましてやね、普通の、それによっても、性っていうか、つまりセックスってもの自体が、男性を喜ばしてあげればそれでいいんでしょみたいな。で、それをしないと嫌われちゃうのかなみたいな。なんか、好きでいてもらうがための、その道具をセックスと勘違いしている、その価値観にねじ曲がってしまっている、今、美咲さんは状況にあると。
でですね、まあもちろんその遠行みたいなおじさんたちとも、その学生後にもね、若い時20代、今もう32歳だったかな、1歳なんですけど、で、なんかその、結局、そのおじさんたちにそのパパ活みたいのした時もなんか睡眠薬とかを飲まされて、もちろんそれも半分レイプみたいな状況だったりとか、まあ、状況だったりとか、もはやもう道徳などなく、まあ、否認の意識なんていうものを考える時間もないまま、まあ今のこの性生活とかそういう性に対しての価値観が築き上げられてしまった彼女は、ただですね、ちょっと画像を見たんですけど、容姿はすごく、まあいい子なんですよね。可愛い子なんですけど、ただですね、そんな中で、その、男性に欲求に応えることがもう正解と思ってしまっている。こんな中ですね、もちろんそれが、ただ、そういう恋をするだけでとどまることがなく、その、なんだろうな、うん、めちゃめちゃなその遍歴を持ち、親からの愛情もしっかり得られない中で、現在でもね、普通の恋愛の仕方がもう全くわからなくなってしまって、で、そんな中ね、普通の仕事には一応ついてはいるんですが、現在とか、まあちょっと過去になるというか、まあその会社の上司、もちろん上司の方は結婚していて子供もいる方なんですけど、その方ともちょっと不倫になっている関係があったり、で、実はですね、これ一番今回の部分で大事な部分になるんですが、まあ何度も、妊娠と中絶、これを繰り返してしまっているという内容になります。美咲さんはですね、学生時代からパパ活みたいなことになってお金をもらうがためにセックスしてしまったこともあったり、もちろん反社会的勢力のヤクザとね、恋に落ちて、まあ、やはりその時にも2回ほど妊娠して中絶するっていう過程を踏んでいるらしくて、現在その会社の上司と不倫した際も妊娠してしまったと。結局ですね、上司と、まあ、不倫関係には陥るんですが、そこの関係性が、やっぱ上司が、まあ、愛をちょっと受けずに育ったがゆえに、その上司の包容力だったり優しさが、なんか自分にとったら居心地が良かったのか。結局それが不倫関係に行ってしまって、もちろんその際も否認することなく、まあ、妊娠してしまい。で、もちろん1回目はですね、最初のその妊娠を告げた時は、その相手の方の上司も、ちょっと困惑はしたんですけども、まあ冷静にそのやっぱり中絶をしてほしいっていうことをお願いして、まあ一度中絶したらしいんですよ。で、なおかつその先にまた彼女にはその上司以外にも元恋人というか、その恋愛関係にいる男性が一人いて、で、その恋人とも関係がありながら上司とも不倫関係をするみたいな、ちょっとこうダブル恋愛不倫みたいな状況の中で、1回目はそれで妊娠して中絶する。で、2回目はですね、つい最近あったのが、結果的にどちらの子供かわからない状況、その上司の子供なのか、恋人の子供なのかわからない妊娠が起きてしまって、この時もやっぱり恋人ではなくその上司に相談をして、で、どうしたらいいだろうってなった時に、もうやっぱり前回同様、もちろん中絶費用はその上司が僕が払うからちゃんと下ろしてほしいっていうことを、まあ伝えられたと。で、結果的にその彼女はもう本当にやっぱりその上司との関係もまだまだ続けれたらななんていう中で、やはり中絶を選んで、で、結果的に中絶を2回目もしてですね。で、今回その上司とはまだ継続したい気持ちはあるけども、さすがに2回下ろしてしまったその上司、中絶させた上司はやっぱその責任の部分もいよいよ反省し始めたのか、だんだんその美咲さんとも距離を取るようになっていったと。で、なおかつですね、その、まあ、恋人ですね、恋人とも美咲さんはその2回目のこの中絶をすることを機にですね、少しその方との距離を置くようになった。もちろん妊娠して中絶したことも伝えずにちょっと離れる。でもその恋人はやっぱりまだ未練もあって、やっぱり今でも会いたいっていうことを言われてるっていう話らしいんですよ。で、実はですね、これでもうすでに4回ヤクザと2回中絶、なおかつここ最近でも上司との妊娠中絶が1回まず行って、2回目が上司なのか恋人なのかわからないまた中絶を行ってですね、そこから数ヶ月が経ったんですけど、今それがこの現在なんですよね。で、ここで実はまた新たにですね、その上司にちょっと距離を取られてしまっている、なおかつ恋人とも離れて、まあ関係は今ない中で、新たにですね、
まあ現在付き合ってはいないんですが、ほぼセフレに近いような男性が一人存在してまして、その方との、まあまた実は最近妊娠がで、まあこれ5回目の妊娠になるんですが、まあ妊娠が起きていると。これが今の現時点の相談内容なんですよ。で、その美咲さんが僕にこの経緯をいろいろ話してくれて、成敗なのかって最初思って読み進めたんですけど、結果的にどうしたいのかなっていうのはちょっとわかんなくて、むしろ僕にですね、その今やってる自分のことが正しいのかなみたいな、たまにそういう相談来るんですよね。自分の今の人生観これでいいんですかねみたいな、そんなような相談になります。今回ちょっと話が長くなってしまったんですけども、とても僕としてはちょっとこれ重要な話だなと。で、実際これ初めて聞く話ですかって言われると、実はさほど珍しい話でもなくて、ただ日本中の人口からしたらごく稀な数パーセントの 0. 何パーセントレベルの事案ではあるんですが、ただあるジャンルの、まあ例えばこれ風俗の話になるんですけど、そういう業界には結構こういう経験値を持った方何人かいらっしゃって、まあ、僕もこの話系は初めて聞く話ではやっぱ実はなくてですね。で、今実際セフレなのかわからないんですが、その方も含めて妊娠が起きて、で、いよいよ美咲さんも僕に DM をしたことを機にですね、これからどうしようか、もしくはもう本当に産もうかなと、そういう決断を含め迷っているっていう内容になります。それをこう DM をいただいて読み進めて、で、僕、一度連絡させてもらったんですよ。で、話をさせてもらって、どうしたいですかっていうことを聞いたんですよね。そしたらですね、自分でもどうしたらいいのかちょっとまだわからないと。だからこそ話を聞いていただけるなら聞いていただきたいっていう内容です。で、だからこそ僕はちょっとその男性、昔の方はちょっとたどり着くのは今連絡取ってないからわからないってことなんで、現時点で連絡が取れる、まず上司の方。で、まあ一応現時点元恋人と言いましょう。2回目の妊娠と中絶をした、ここ最近のね。2回目はどちらの子供かわからない中で中絶して、この時の恋人さん。で、あとは現在のこの、まあ、通称セフレになるのか。この3人をですね、ちょっと僕が話を聞きたいと。むしろ相手はどういう思いなのか、どういう気持ちで関係を築いていたのか。この辺を、まあ何とか聞かせてくれと。で、この交渉しているシーンも、電話をしたシーンをちょっと撮っておくようにしたんで、まあ、その時の映像は、こちらになります。あ、もしもし。あ、よろしいですか？あ、はい。話っていうのは、はい。その動画回してとかってことです。はい、もしもし。あ、もしもし。はい、あの電話でよろしいですか？あ、まあ、はい。はい、もしもし。あ、こんにちは。こんにちは。私、番中村と申しまして、 YouTube をやったりしているものなんですけど、はい、使ってらっしゃるんですかね？付き合ってるけど、どっちかというとセフレです。